したがってね、ちょっと質問しますけど、これってどうですか、この感情連絡図って3級の時の商業簿記で苦労したあれに似てないですか。はい、これね、まず損益を振り返したわけですよ。要はね、だって損益でやれって言ってね、これ、ね、うん、苦労しましたよね3級の時ね、収益と費用全部損益に集めろってやってるじゃないですかね、あれですよあれ、ね、うん、あれだし、あとははい、何ですか、仕入れ繰り証ですよ、仕入れ繰り証、繰り証仕入れってやったでしょ、商品の決算整理ね、あれですよあれ、だまさにこれにそっくりなんですよ、ね、つまりね、あれなんで分かんなかったかというとね、振り返し分けだから分かんないですよ、振り返し分けって言うんだけど、まあこれは別に書かなくてですよ、振り返し分けって言うんですよね、これがね理解しにくいんですよ、簿記って振り返し分け、まあ、あれは決算振り返し分けって言うんですけど、振り返し分けはある感情からある感情に移動させるためのだけの仕分けなんですよ、ね、だから物が別にこうやって動いてないんですよ、こうやって例えば商品買いました、商品売りましたっつったら目に見えるから分かるじゃないですか、商品買ったら、あ、資産が増えたのねとかね、費用が増えたのねみたいな感じで分かるじゃないですか、で売ったよっつって、あ、売ったんだねって、で商品が動いたねっつってね、分かるじゃないですか、でも振り返し分けってそうじゃないんですよ、物動いてないんですよ、何も動いてない、うん、頭の中だけでやる仕分けなんですよ、ね、だから分かりづらいんです、ね、仕入れ繰り証繰り証仕入れってやっても別に物動いてないでしょあれね、うん、だから物動いてないのを仕分け一生懸命しようとしてるんで、わけわかんなくなっちゃうんですよ、ね、物が動いてる仕分け、期中仕分けは全部ほとんどそうなんですけど、期中仕分けね、決算整理は振り返し分けなんですけど、だから期中仕分けは物動いてるんで、こうやって、ね、商品買いました、有価証券買いましたとかね、パソコン買いましたとかじゃないですか、従業員したから金渡してましたとかね、わかりやすいんですよ期中はね、うん、でも決算整理はねわかりづらいんですよ、振り返し分けだから、ある感情からある感情に移動させるためだけ、動いてないんです、動いてない、物体が動いてない、物体が動いてないのをわざわざ仕分けやってる、だから頭にイメージできない、だから分かりづらい、それが決算整理仕分けと3級のね工業簿記2級のなんですね、 OK ですかね、これがあの工業簿記がね結構苦手になっちゃう人の共通点ですね、動きがないやつを仕分けせなあかんから分かんなくなっちゃうんですよ、だから商業簿記っぽく転記するとダメだよって俺言ったんですよさっき、ね、流れでやってくださいねって言ったじゃん僕ね、うん、左から右に行ってんだよって、ね、工業簿記はねまず流れでやってくださいねって言ったじゃないですか、その理由がそれです、分かんなくなっちゃうからなんですよ、商業簿記はなん、ね、まあ、仕分け覚えればなんとか点数になるからなんか得意かなっていうタイプ、昔の俺でで、みたいなタイプの人はですね、工業簿記になった途端にできなくなっちゃうんですよ、ね、それは商業簿記と同じように考えるすから、ね、それが原因なんです、OK ですかね。